はいはい。知らないおっさんに連れて行かれて、泣き叫んでも出られない暗いところに閉じ込められ。うさいださん、脅かしすぎですよ。でも確かに最近怖い人も多いみたいだし、みんな知らない人について行ったりしないようにね。はい。タカ、どいてろ。その子から離れろ。お騒がせしてすみません。僕はタクマとカズマの父の波塚康介です。いえ、こちらこそ。お父さんとは知らずに変な早とちりしちゃって。どう見ても不審者だったんですみません。神谷、本当は今日一日タクマとカズマと久々に親子の時間が持てると楽しみにしていたんです。でも二人ともそれより保育ルームで遊びたいって。いつもパパって呼んでくれないし、僕のことなんてたまに遊びに来るどこかのおじさんくらいにしか思ってないんじゃないかと。俺たちは授業に戻るので、あとはお願いします。あ、うん、ありがとう。カズマ、タクマ、今日はパパがずーっと一緒に。やっぱり僕は帰ります。待ってください、カズマくんはあんまり慣れてない人に抱っこされるのが苦手なだけで。お前それフォローでもな。今日はみんなと遊ぶの邪魔しちゃってごめんな。パパは先帰ってお家で待ってるから、あとは楽しんでおいで。それじゃあ、うさいだくんに龍一くん、隼人くんも、これからもうちの息子たちをよろしくお願いします。パパ、帰ってやる。カズマ、タクマ、遊ぶよ。カズマ、タクマ。家族だって相手の気持ちを知るのは難しい。でもきっと通じてしまえば、それは簡単なことなんだ。もじゃ。それはこの毛糸の毛布のことかい？それとも私の頭のことを言ったのかい？もじゃ。外からはその毛布で温めてやって、あとは中からだ。ついてきな。そこが見えなくなるくらいまでは頑張りな。今日歩いていくからみんなお手手つなげよ。無理だよね、いくら踏ん張ってみたところで。ほら見ろ、魔女なんかいるわけねえもん。あっちでヒーローごっこするぞ。キリンちゃん大丈夫？怪我は？
大丈夫、もう大丈夫だから。ほうきで飛べない？何を当たり前のこと言ってんだい。お前みたいな子供には100年早い話だよ。それよりさっさと中にお入り、もうすぐ雨が降り出すよ。それから晴れていた空が本当に急な雨になって、もしかしたら今から魔法の修行に付き合ってやってもいいよ。本当におばあさんは魔女かもしれないなんて、ちょっとだけ俺まで思ったのは内緒の話です。